はい、はじめまして、ジュンジーと申します。では今回はですね、また耐久アイワナをやっていきたいと思うんですけども、今回プレイするのはこちら、アイワナゴーザディパーチャー。そうですね、最近ですね、スヌエルさんが制作されて、公開されたアイワナになります。でこのトップ画面の女の子、この女の子はマイテツというね、 PC ゲームのキャラクターのレイナちゃんという、女の子ですね。はい、でお人よ鉄道キハ 07S 専用レイルロード、レイルロードの中でもひときわ小さな容姿とほにゃほにゃとした性格と舌足らずな印象とが特徴的だが、かつては、鉱山鉄道で大活躍をしというね、まあ、あのプロフィールがあるんですけども、まあ、そんな耐久アイワナをやっていきたいと思います。よし。あでですね、今作は割と初級者向け、まあおそらく私がのスノエルさんの作品を前回前々回とね、またこれプレイさせていただいているんですけども、それよりも簡単、まあ、一番簡単なんじゃないかな と、文面から感じられるので、まあねまあ本当の息抜きでやっていきたいと思います。ということでゴー、いくぞ。思い立ったら早くいく。ではデータ1に作っていきましょう。ロードゲームじゃない、ゲームスタート。お、始まりましたね。レイナちゃんいますね。出発進行。お、来た。お、これはレイナちゃんの、うわー、そう来るか。イメージソングというかキャラクターソングなんですかね。よし、まあ、パターンかなこれは。そうですね、進行。はい、でここから右に行きましょう。ね、真ん中また寄るでしょこれ。あ、びっくりした。そう、え、あ、真ん中だ。今の真ん中ですね。まずはパターン作っていこう。うん、これも固定ですね。一回覚えちゃえば。ただ乱数がきついところがあるかもみたいなことは書かれていたんで、そこは、あ、え、あ、出た球が寄ってくるってことか。赤が出たから赤が寄ったんだ。さっき青でしたもんね。そうするとやっぱ真ん中にして、進行、よし、出発進行かっこ白目みたいなね。よし、そして何が飛んでくる。青か、危ねえ。でこれ真ん中、危ない。雨来た。スノエルさんといえばこのね、この弾幕、これ上にですね。よし、で真ん中寄って、雨のうち、よし、うすごいな。今のどこだろうな。危ねえ。さてこれは黄色とか緑は、あ、緑も来るか。下、おー、いいね。で真ん中で雨が降ってきて、雨のちね。でこれはここ、そう、よし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 。次これどうしようか。左下かな、真下でも良さそうだけどね。いいね、ガッタンゴット。黄色来るかな、青か。ほい、黄色来てほしいな。雨のち、雨のち、これ乱数ですね。はい、でそして左、おお、びっくりした。なんだこれ、センターセンターセンター。よし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 、読めたぞ。でもこっから読めないから、うわー下からひょこか。うーん、なるほど。レイナちゃん意外と可愛らしい顔してますが、鬼畜な弾を放ってくるな。で真ん中、あぶね、これ散らないんだ。さあ次、これは真ん中にいましょうね。そして、うーん、オッケー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 。あぶね、あれ当たりなんてあるかな。悲しい時は、うーん、涙が上に上がった。あ、涙が、うーわー、鬼畜涙、恐ろしいな。なかなか難しんでないの、やってくれるな。ドーン。さてそこから、ここ、よし、何色、黄色来てくれ。あー緑か、黄色もあるよねきっと。さあ雨が降ってくる。
で上に飛んで、はい、そして張り付き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 と、ここちょっとよしで、だんだんと寄ってくるパターンだから、うわーっときて、ほい、いいね。さあ、悲しい時は涙が飛んでくるからね、そう気をつけろ。ちょおっと、あ、これまずいかな。頼む頼む頼む、あぶね、よしよし、あぶね、うわわわわわ、なんか凝れてるぞ、凝れてる凝れてる、いいぞ、よし、どうだ、なんか後半まぐれ的に凝れてましたけど、ん、やばい、これ来るぞ、おお、おお、やった、後半が奇跡的に凝れたからすごい嬉しい、よしよし、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、ゴー、Thank you for playing。 そしてスノエルさんの待機をクリアした時の BGM といえばこの曲だ。これ本当にいい曲なんですよね。うん、この流れている曲ね。あー、クリアした、また笑顔が美しいレイナちゃんですね。よし、クリアできた。さて、ではI wanna go the departure、 これにて、完全クリアですかね、まあ、隠し要素等もありませんので、これにてクリアとクリアとさせていただきたいと思います。今回はね、意外とそう、毎回のことでありますから時間かかるかなと、簡単とは言っても時間かかるかなと思ってたんですけども、本当にサクッと、クリアすることができました。ということで、デス数と経過時間を見に戻りましょうか。またちょっと音量がここからでかくなるかもしれませんが戻ります。ほい、はい、こんな感じ。デス数18、経過時間、クリアタイム、7分56秒ですね。はい、後半結構もうマグレチックで来れたんで、そこが運が良かったかな。あ、しまった、入っちゃった、あ、やばい、あしまった、間違っちゃったな。あ、黄色来た、黄色来たよ、あー、よかったよかった、黄色も見れたんでよかったよかった。じゃちょっともう一回クリアして、エンディング画面で締めましょうかね。はい、よーし来たぞ、私は2度クリアする、よし楽しかった、黄色も見れましたからね、ほんとよかった。さあ入ってきましょう、 GO。 はい、帰ってきた、 Thank you for playing。はい、ではスノエルさんの制作された耐久、I wanna go the departure、 これにて、終了とさせていただきたいと思います。私が直近でプレイしたこれ含めた3作品のうちでは一番遊びやすい、遊びやすいっていうか、そうですね、初心者向け、初級者向け、初心者の方でも十分にね、こう耐久の取っかかりとしては、こう楽しめてね、プレイできる、そんな作品ではないかなと思いますので、気になれた方はね、ぜひぜひ、ダウンロードしてプレイしてみてくださいですね。でまた動画概要欄に単発作品をプレイするときはいつも、最近、いつもというか最近はこのダウンロードリンクとかをね貼っていますので、そこから、ダウンロードして、プレイいただければなと、思いますね。はい、よし、面白かったな耐久、うん、すごくすごく息抜きになりました。はい、ではまた次回作品のアイワナでお会いしましょう。ジュンジーでした。ではまたねー。